とぜひよければですね、今日さまざまな方が今日この会場に来ていただいていると思いますので、質疑応答の時間も取りたいと思っております。ぜひ映画も含め今のお気持ちを共有していただいて、倉敷地域、日本の地域がどのようにして変わっていけるのかということをこの後皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、ぜひぜひ発言していただけると嬉しいかなと思っております。小谷さん、よろしいですか。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、では後半、今回ノープランなんですよね。本当にノープランで何かみんなで面白い話ができたらいいなと、そんな軽い気持ちでセッティングさせてもらいました。でマインドさんの自己紹介というか簡単にしていただければと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。岡山マインドフォーラムの矢吹健吾といいます。僕は統合失調症とうつ病を20年ぐらい患いまして、で統合失調症の方が教育妄想というと何か表現されているような感覚がずっとあるんですけど、僕の中でも妄想でないと本当にもうそういう表現されているって感覚がすごく強くて、よく外出て行ったり夜中に掃除で雨が降っていたとかしながら、やってた佐野さんが僕を拉致しに来ましたけど、3人も佐野先生という方と中野さんと佐野さんの審査で、僕はその時病院にこう行くんですけど、それは決してその病院に行くって何かその入院するとは全く思ってなくて、きっとこれからなんか僕のその思いを聞いてくれて、そういう夢のような世界を実現してくれるんだろうなっていうふうに思っていったら入院させられました。で2年半、短いんですよね。でそこは全開放の病院でなったんですけども、2年半という他の病院に閉じ込められている、病院に耐えられている、閉じ込められている方に比べたら短いんですけど、そこで多田さんと、今度は入院させられた多田さんに、拾っても退院させていただく企画があったんですよ、新しい医さんで。で今は当事者スタッフとして、岡山マインドを働かせていただいています。どうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは。マインドフォーラムの愛崎と言います。今日はちょっと短い文章を書いてきたんで、それをちょっと見ます。ちょっと大熊さんの今回は対談できてすごく光栄です。僕は神戸育ちで、発療したとで当時鈴穴というところがあって、そこの医者に通っていました。でもどうしても治らないということで、神戸病院というところに入院しました。それでベッドで隣のベッドの人がすごくおとなしい人なんで、その人が初めて知った時は、その人が措置入院だと初めて知った時はすごくもう理解できないくらいでした。でそれで僕は診断が2週間ということなんで、入院でした。2週間して退院させてくださいと言ってみたら、ダメですと言われました。なぜですと聞いたら、それを言うからダメなんですと、それは病気なんですと言われて、どうしても退院を逃してしまいました。それで2ヶ月ぐらいしてやっと退院したんですが、それから入退院の繰り返しで、親の説得で北海道の釧路にある病院へ転院しました。そこでも悪化はなしでも良くもならず、1年ぐらいした時に脱走したこともあって、そこで保護者が入ったりしたんです。それから主治医の勧めで岡山にある牧院病院に入院しました。はい、そ
それから今に至ります。まあ、当時、入院当時は、まあ、危機病院ではもうテンション高くてしょうがない人でした。まあ、そんな感じです。うん、こんにちは。あ、僕も、結構、初めての時、結構いいなと思いました。僕とパーマンとの出会い会ってどうせしょうがないので、牧病院は、かれこれ20年以上通ってます。初めの半年間は、まあ、親の言う通り、しようって入院してました。っていうかその前に閉じ込められました。隣見たらトイレがあって、それで自分は寝てました。いつの間にか失禁してました。でそれであれと思って、それで聞ようとは確かに思い出してきて、あれそういや注射打ったかなと思って、心に注射を心の真ん中に注射を打って、その後なんとしたっけなと思ったら、いつの間にか失禁してました。で、仮のパン、仮パンツがついてました。だけど、その後からはな、まあ、医者の言うこと聞いてれば、その出してくれるだろうと思って、初めのうちは思わんだけど、もう飯を食べようと思っても、椅子と机がないんですよ。一つ目がないからし、うん、まあ寝るとこはあるし、まあ、出勤したらすぐ替えのシーツ置いてくれるから。でそのうち親が来るんですよね、両親とも。で僕が暴れたことも覚えてるだろうだったけど、とりあえずあんで仮の炊飯器のなんか箱みたいなんで、仮の用意してくれて、その机にいつも食べ物っていうか給食のおばちゃんが出るような感じので、意外と美味しかったので、あれここって意外と食べれるんだと思って、食べれるんだったらまあもうちょっと待とうかと思ったら、いつの間にか二人部屋になって二人部屋になったと思ったら、しばらくしたら、あ、結構自由が利くんだと思って、その牧病院とやるな。で、まだ院長先生に回らなかったですよ、その時にまだ。若い先生がついてたんだけど、僕と同じ年ぐらいかな、ぐらいの、ね。いや、僕より多分、5歳か6歳くらいしか変わらんような、若い森谷先生って先生がついてて。で、ある時に、定期的な注射を打つからって言って、だったら先生打ってくださいよって言って、なんか下手なりに打ってくれたけどっていう感じだったけど、ちょっと痛かったですけどね。あ、それでもなんとかなるなと思って、ほんで今度は二人部屋でちょっと大喧嘩したんで、今度は大喧嘩ってまあ一方的に殴られただけなんだけどと思ったら、口喧嘩で済んだろうって思ったら、あれ今度は4人部屋になっちゃって、4人部屋になると僕の好きな、やっと入院する前にやっとった将棋する人がおって、でその将棋の得意な人が僕を天パに任すんで、もう悔しくてやられたら、そのうち「お半年経ったら入院し退院できると思う」って言われてから「ええ」って言ってやるっていう、そういう相手でした。そういう 半年間の入院の間にタラさんと出会って、その後でいろいろ世話してくれて、なんとか高校に行く知恵も作ってくれました。感謝してます。今日はお時間いただいてありがとうございます。僕は今日来た岡山マインド心というところの仲間の皆さんと一緒に NPO 法人を20年前にみんなで作りました。で、その前はいくらか出てました、日々病院といわれる24時間
全開放の病棟で、まだ未だにもう宿泊ですけれども、なんとかそこだけは守っているという病院で、23年間ぐらい開いていただいて、そこでいろんな失敗をさせて戻ってきたと思います。で、20年前にこういう NPO を作るとき、やっぱりそれまでに一緒にこういろんなこう普通病院ではやらなくて絶対できないだろうみたいなことを、その時おきび病院ではやはり既存の精神病院の枠を壊せ、お前ら若い者がとにかく走り回って病院で絶対できんようなことをとにかく病院壊せっていうのを僕たちに与えていただいたミッションだったような気がします。だからとにかくその代わり本気でやれ、本気でやって失敗したことは俺が責任取ったるからという院長先生が言ってくださったことはよく思い出します。でそれで患者さんと言われる皆さんと一緒に劇団作ってもらったり、皮膚炎の重装登山やったり、無人島へ渡ってサバイバルキャンプやったり何をやってきたら失敗もいっぱいしたけどね。でそんな中である広島県の高等学校通信制の高校と一緒に精神障害という形でその学校から切られていって、病院だけが病院と家だけが居場所になるっていうような若者たちをもう一度やっぱりその人たちの所属、学校っていうところにちゃんと所属して、今までこう普通の公教育の中では病気になったって言ったらもうすぐ対象外、専門機関へ行きなさいみたいな形で全部切られていきましたけど、そうじゃなくてそういった人たちの学びをどうやって保障するんだっていうようなことを考えてくださるような学校の先生たちと一緒に厳しい病院がいるときいろんなことをさせていただいた時期もありました。その頃に出会ったんだよね、しゅんさんね。昔のそういうところから出会った仲間たちと一緒に僕は最初の NPO を一緒に外でいろいろ作っていただいた気がして、みんなと一緒に会社を作りました。そんな中で、まあ、僕らも今年が実は20年なんです。でビールの醸造所やったりグループホーム作ったり、真備町っていうちっちゃな町でやってきましたけど、そこが4年半ほど前か、西日本豪雨災害でちょっと全滅してしまうんですけれども、でも全滅した後のことなんかも含めて、あのでなんかこっからあんま上喋れない、やめた。田中が言ったのは多分あれでしょう、結構失敗もあったけど、意外と最初はグループホームが一番うまくいったってことだね。その前にグループホームの前に隠れ蓑にしようかって言って、地ビール事業やったけど、それでも意外的に5年間で言う、何年か、私で12年たつけど、意外と有名になったんで、と思ったら、ね、手放っちゃったんだね。で、グループ事業の方、グループホーム事業の方は、なんか意外と、ケアホームと一体化するのと両方で、うまくいってんだね、意外とね。今、20何名?21部屋。一部屋少し空けてるんだね、一人部屋でね。コロナの関係で、コロナの過去のために残してるだけで、それ以外は全部、一人部屋、まあ、過去日はねえし、寝るとこは作ってますよね。寝るとこ、食べるとこと、いう具合。それが大体、マインドコードの現状ですかね。はい、ありがとうございます。まあ、せっかく入院の経験をされている方は、ね、まあ、いらっしゃるのでちょっと聞きたいんですけど、まあ、やっぱり入院のいいところとか、なんかどんなところがあるんですか。そのもしくはその長い入院の中でね、やっぱりこう症状が良くなったとか、こうそういう変化というのはやっぱりどんなところなんですかね。僕はさっき言ったように、まあ、病院だったんで少ししか入院してないんです。だから本当にことは分からないんですけど、
院してよかったのをずっと返したいと思っていて、通う病気で。入院してよかったのは、入院したいる中の人たちが意外に楽しくて、一緒にいてなんか落ち着いたりとか、そういうことが分かってくるぐらいですね。で、さっき横さんの話を聞かせていただいていて、最初に、まず NHK の TV 特集やった八王子の竹山病院の話を、僕もテレビ見たんですけど、すごいショッキングで、しんどくなる内容で、憤りと同時に、僕はそしてその牧病院と前に出会うと、まだマシだったんだなというようなことを思ったのと、それから大久保さん、さっき出られたの、映画でも流れてましたけど、鈴木和美さんと全く同じ意見、ほぼ一緒です。ここのケアをしなきゃいけない病院ですよね、病院、精神病院っていうのは。それをなんか全くもう治療じゃない、本当に病院じゃないし治療でもないし、なんでこんなことになってるんだろうっていうのをいろいろ感じると同時に、さっき言ったみたいに自分の恵まれた環境と自分がそこに携わってないのを生かしてみたのを感じました。で、まさに話もあったんですけど、僕の話もこれで多分まだ喋ることないと思うんですけど、マズナリアさんの言葉の中で印象に残ったのが、声が耳を言うと成果がある、声がどうかわからないにしても、僕の、さっき脇目にもそうなんですけど、僕の周りにもやっぱり暴れたりとか、それから火をつけた友達とか、いるんですけど、その人たち、僕もそうなんですけど、みんな理由があって追い詰められたりとか、その自分の緊張や計画を超えたりとか、それから、なんていうんですかね、自分のことを理解してもらえると死んだり思い、追い詰められて暴れたりとかする、そういう人こそ本当ケアが必要なんじゃないかっていうのを、その意見をバザイラさんの表現は違うけど、そういう人に、感銘を受けて、やっぱり、やっぱりみんな急性期を過ぎると、僕の指定の友達もその火をつけた友達は、一人は一緒に今では活動してて、もう一人は結婚もして子供もできて仕事もしてて、暴れる子も自分が暴れそうだったなと思ったら昆布を飲んで落ち着かせ、それでもあれば暴れて止めるんだけど、止めた後は僕が静かになるんですよ。その時は必ず言うが、その子は仕事を話をするのがすごい嫌で、自分が仕事の話をするのがすごく嫌で、やっぱりそういう話をされると、みんなはさりげなく、何気なく仕事をこう、仕事をまだ若い人は20代の子なんですけど、仕事できるのないとかで言うけど、それがその人ってそういうプレッシャーで、あんまり言われると、こんなこともできるって、ゴミ捨てていったり、捨てない、捨てられないと、ゴミ捨てるのは捨てたな、自分でって言ったら、それができない、自分のもどかしさがこう、ぐっとなって暴れちゃったりするんで、それ、ちゃんとその人の理由があるんです。もう皆さん分かってると思う、もちろんあると思うんですが、病棟の中で暴れてしまって、はい、その薬だ注射だ保護者だではなくて、そうです、やっぱ生活の中で理由がある、はい、だというってことなんですかね。そういう人こそ本当にこのケアが必要と、さっき言った技になるんですが、さらにその問いが見ておいてよっていう、表現は僕と違うんですけど、そういう人こそケアが必要なんじゃないかというのを、今日の映画をさせていただいても、はい、強く感じました。県病院から退院して、で、牧病院に入院したときに、初めて知り合った人っていうのは、田さんなんです。ほとんどっていうか、田さんと知り合って、それから、何かあったら、田さんに頼んで、歌いたいから、この曲のギター弾いてとか、頼んだりしてたんです。劇団に誘われたり、キャンプ行ったりしたのは、で、ターさんっていうのは、病院の中でのターさんは、院長に何ですか、
楽しいことやれと言われてたらしくて、たぶんそんな感じで、その延長みたいな感じに過ごしてます。はい。僕の場合は、牧井病院以外は、あとは怪我した時の、手術したとこしか経験してないんですけど、でも、その手術する時も、あなた精神科がないからちょっと無理ですよって言われたのがちょっと印象的でしたね。だからもう、精神面は全然見れないみたいな。それでも、まあ、しょうがないからもうすぐ総合病院行っちゃいますね。まあ、ここの川崎医大とか、あと、川崎中病院とか。と思ったら、一つのとこだけね、精神科なんですけど、入院も兼ねてるので、そうだったら、飯の、痩せるための、ケアをしてあげるよって言ってくれるところがあって、そこだけはなんとか、続け、ちゃんと続けていける、いけるとか、まあ、とりあえず動けないから、足の不自由だったり、って感じで。だけど、精神面もちゃんと見てくれましたけど、ちゃんと川さんが、バッキーベントするちゃんと見てくれたから、その時と一緒に出して、ちゃんと飲ましてくれたんで、だから、まあ、マキーベイもあってよかったけど、とりあえずそういうふうな数少ないけどね、精神科がなくても、ちゃんと。どんどん脱線しますんで、司会の大谷さん、ちゃんと制度に戻してた。それと、今、マキビ病院がいいんだ、いいんだみたいに思われてるかもしれないけど、今日実はもう一人来る予定になってた人がいて、この人は今までいろんな公平さんの病院をひどい目に遭ってきた人なんですけど、その人が言うに、牧美病院も同じだよ、お前らも同じことするじゃん、私を引っ越すってから保護しろよし入れるじゃん、同じだよって言ってたんです。だから決して牧美病院が美しくていい病院だからいいんだっていう話じゃなくて、根本的に病院という装置があるということが、日本の中で地域が育たないし、いろんな人たちが一緒に苦労するということが本当にできない世の中に、なんかどんどん寂しくなっているような気がしていて、なんか、でも、専門家、どうなんですか、僕は、日本に未来はない。そのあたり、僕はどう思われておられますか。未来があるかないかっていうところに話が行きたくないなって思ってたら、振られてちょっと、ガクッときてます。未来はありません。で簡単にはありません。明日はダメですね。だから明後日、さらにその先っていうならば、まあ未来は自分たちで作ると、そういうことになるんじゃないかなっていうふうに思います。本当そう思うんです。ないもんは作るってマインドはされて、で当事者の人がやっぱりその中にちゃんと入って自分たちで作る苦労する、町の人と一緒にやる、専門家だけに絶対頼らない、これを今まで通りやっちゃうと本当になんかいい話にならないなっていうのはすごく思う。だから何をしたらいいかとかっていう話をしなきゃいけないんですけども、例えばとりあえず何が絶対必要かって言ったら、その例の八王子の滝山病院とか神戸の神戸病院とか、ああいうものが存在し続けるっていうのがやっぱり我々にとっては憂鬱の種なわけですよね。どう考えたってあれは医療ではないんですよ。あれは医療だなんていう人はちょっといくらなんでもいないと思うんですね。でもあれはちゃんと我々の支払ってる医療費で成立してるんですよね。医療費でいくら皆さん出してると思います。いろんな計算をちょっとしてみましょうか。今に、まあ、ざっと大雑把な話ですよ。正式にというか、あまりこう
正確な数値として受け取ってもらえなくても、まあ、大体当たってると思ってください。1ベッド、精神科の1ベッドというのは1年間に大体売上が400万円あるんです。それから、そうですね、これはもう精神病院のコンサルタントをやってる男から、聞いた話ですけど、大体300床の精神科だと、大体創業者一族は2億円ぐらいをなんとか、そこから取っていく。これもどうも、でも真面目な精神病院もありますから全部そうだって僕は言いませんけど、でもそういうことができちゃうんですよね。それから例えばもう一つ言いましょうか。今国賠訴訟をやってる、国賠訴訟って分かりますよね。なんか国を訴えてる、あれの原告になってるので、群馬県に住んでる伊藤国夫だ時夫だごめんなさい伊藤時夫さんという人がいますね。彼は40年間昨日大臣になった福島県の、双葉病院に40年間入ってたんですよね。これはただで入ってたわけじゃないんですよ。ちゃんと医療費を取られてるわけですよね。これはじゃあ時価総額、まあ昔からもう40年間あったら貨幣価値変わっちゃいますけども、現在の貨幣価値で考えるとだいたいこれ、みんなで話してて、へえと思ったんですが、だいたい彼は1億5000万円ぐらいの医療費がかかってるんですよ。これ大変なことですよね。じゃあ40年間本当に、病人として病院の中でくたばってたかとか、そんなことはなくて ほぼピンピンしてちゃんとなんか養鶏場で働いたりいろんなことをやってて、その中で調子を崩したのは本当に、わずかなんですよね。それはもうカルテではっきりしてます。そんなお金の使い方をしてたら、やっぱりこの日本にどう考えても未来はないんですよ。これで未来をなんて言われたって本当に困るんですよね。あの伊藤時夫さんの1億5000万円、これは時価総額でですよ、1億5000万円のうちの、まあ、彼が精神科にかかってるのはきっと1億円もかからない、100万円もかからないだろうと思いますけども、このお金がちゃんとした、皆さんの地域生活というか市民生活のバックアップに使えるとしたら、これはちゃんとした、地域精神保険が、存在するということになるわけです。だからやっぱりそういうふうに変わってくれなきゃもう話にならないんですよね。あの神出病院が未だに存在が許されてる。それから滝山病院なんてのはもう50年も前から問題視されていて、それが未だに存在して、それで、患者をぶん殴ったりなんてやってる。あんなのが NHK に出てくるなんて、こんなことをやってたらあれもちゃんと医療費を食ってるわけですよね。しかもあの病院になってたらなんかこうや必要のない医療行為までやってますから、1年間400万円じゃ済まないはずですよ。もっとお金を取ってたんです、はるかに。そんなことやってる国は本当に世界中で、まあ先進国でないと断言できますね。そのくらいやっぱりレベルが低いことやってるんですよ。だから簡単に明日治るなんていうふうに残念ながら言えないということなんですね。だからこれどうやったら治せるか、やっぱり権力者が、国のというかこの分野についての権力者が、例えばまず60年前にとんでもない、つまり大収容精神病院大増殖政策を打ち出して、それで現在ざっと30万ベッドになってるわけでしょ。こんなの大失敗したとはっきり認めて、
これと全く違うやり方をやりましょうって、やっぱりその国策を打ち出した役所が、役所っていうのは厚生省、今でいう厚生労働省ですよ。ここがそういうことをはっきり言わなきゃ、まあ、ダメなわけです。ところが現実はどうなってるかというと、自分たちが、の政策で生まれた精神病院がすごい力を持ってしまって、でそれはその業界は自民党に非常に大きな献金をするようなことになってしまう。そうするともう自民党と精神病院協会は非常に強い、社会的な力を持ってしまっている。じゃあ、厚労省は何やってるのっていうと、もうなんかその業界の顔色を伺うようなことしかできなくなってしまう。これがやっぱり今の、現実だと思うんですよね。やっぱりあの NHK の番組、そういうこととかで言ってくれたらなと僕は思いましたけどね。まあ、次の番組に期待しましょう。なかなか国が舵を切って、あの2兆円産業と言われる医療費、精神科医療費を地域に、ね、シフトチェンジするというのはなかなかすぐにはって難しいですよね。それね、だからイタリアが先ほど紹介しましたけど、イタリアが本当に賢い、あの時賢いなんて僕それまで思ったことなかったんですよね。なんかこう、女性に甘い変な国だなとかそういうイメージしかなかったのが、すごくやっぱり賢いんですよ。精神病院使った全エネルギーを地域生活、当事者の市民生活を支える形での地域精神保健サービスに振り向けた、100% 振り向けたんですよ。あのこんなことは思ったんですけどね、金病院に入院してましたんですけど、本当すごい、金病院に入院して、ちょっと暴力行為を見たことあったんです。それはある夜尿症の方が言われて、でその方が寝る前に夜に水を飲んでたら暴力振るっていいっていう、その病院内でそういう制度がありました。それでいつも決まった人が看護の命令かっていうか、なんか看護の指示でその人に、夜尿症の人が水飲んだらその人に暴力振るってくれということになってて、それ僕も傍観してたんですけども、情けない方も、でも本当にこそっと水飲もうとしたらその人が足で蹴ったり思いっきり蹴ったりしてました。はい、それを見てきました。若い頃ですけど実際見てきました。はい、だからそういう病院が本当に存在し続けているうちは、まあ、真面目なことをやろうとしたってやっぱり成立しないですよね。それは少しは言いますよ。例えばでもアクトなんて僕のすごく真面目な、医療行為というかをやってると思いますけど、あれが何ていうんですか、日本にこうはびこるというか発展するような形で根付いていないんですよね。もう15年ぐらいですかね、あれが出てきて、こんなことやってたらやっぱりダメですよね。やっぱりいいなと思ったものが、できて、ダメなものが淘汰される、これじゃないとやっぱり社会っていうのは回っていかないんですね。やっぱり竹山病院も神田病院も本当にあれをどうやって消すか、消えてくれなきゃやっぱり皆さんは浮かばれないですよ、というふうに断言できますね。本当にそうですよ。まあ、まず補助金からなんかでも奪っちゃうっていうのがありますよね。ここであと人権センター作るって言ってですね、人力医療人権センターを各都道府県に結構市自体で作っておくといいように用意してれば大丈夫です。そこには少しお金出して、あとは当事者の給
求されますというふうに、あ、でも、厚生労働省ではできないかなと思うので、精神医療人権センターのことですか、今ね。アクトチームとかね、あれを継続的にできるように、あのその医療人権センターっていう形で、まあ、あの予算組んでしまって、でもう各都道府県とその、まあ、市でもいいし、どこか市でもいいし、そこは率先してやったっていう、まあ、岡山市もちょっとやったけどね、いろいろ、あれが続くように予算が。ちょっと違うなって。さっきね、最初に言ったおばさんの話とか、言ってみとった話もあるんですけど、実話っていうことを、感想の方で言われる方が結構、実話っていうことをよく言われる方が多いと思うんですね。その忙しいからとか、手が回らないとか。けど、手が回らないから、ゴールっていうのは、ちょっとおかしくて、ちょっと、もう本当におかしくて、あの、たとえ忙しくとしても、本当に忙しいか分からない、本当に気合できないのか分からないけども、仮に忙しいとしても、ごめんね、今忙しいんだから、ちょっと本当にごめんなさい、ちょっとすぐ、あっちで戻ってきたら、ちゃんと足の話聞きますよとか、そういう、本当に人間性の問題というか、本当にそれはもう必要はじゃなくて、そういう気持ちだけで、例えば、ワイルドのさっきのバザーキーの野田さんなのか、ね、あの、怪物投げたときも、こう、閉じ込めない。あの縛らないというか、このケアができる、医療だけじゃなくて、その心の問題、心の病とかやっぱり心の問題だと思うんですよ。だからその心のケアをするのがやっぱり一番大事なところで、そういう、まあ、竹谷病院とか、神出病院で、ね、木さんが入った病院とか、やっぱりあのおかしいですよね、あの失楽っていうことを簡単に言ってほしくないなっていう。本当にその人の患者さんのことを思えば、そんなことできないだろうって、人としての問題だと思うんです。今ね、その WBC とか、アメリカワールドカップとかで、あと日本に来た人たち、日本のことが好きな人たくさんおられるんですけど、なんでこの精神の世界に限っては、本当に遅れてる。案外、ね、サッカーした終わった後に、お見片付けて帰るサポーターがいて、すごいサポーターの、日本でいいよねとか、日本は治安がいいよね、本当に安心で暮らせるよねって、そう言ってくれる。ちょっと海外とたくさんおられるのに、本当にあの犯罪率もそうですよね、犯罪が多いって言うけど、まあ、検挙率の 0.6% が、まあ、その精神のかなっていうの犯罪の、まあ、割合って言われてると思うんですよ。で、精神病の患者の方が、まあ、2% 全人口、その比率が見ると、精神病を患っている人の方が犯罪率は低いんですよ。それもことも含めて誤解をされてて、さっき言ったみたいに本当にケアする必要がある人、そういう人こそ本当にケアしてあげて、あの病院とかだけじゃなくて、病院じゃなくて、その人として接するというそういう人にしんどいって、やっぱりしんどくて暴れてるわけです。しんどくて本当にだから、そういう人の理解を、ね、もっと進めていくような、本当にその他の国がいるいい日本っていうんだったら、そういう精神の成果もそういう意味もなってほしいなと思います。はい、僕の大学の長崎と言います。で、今皆さんが話をされているのを聞きながら、ずっと考えていたのは、私もそうですし皆さんもそうだと思うんですけど、生活をしていて、イライラしたりとか困ってしまったりとか、大声で叫びたくなったりとか逃げ出したくなったりとか、いろんなことが日々起こりますよね。でそういうふうな時に、身近にいる人できちんと、腹を割って、まあ、正面から向き合って、きちんと話を聞いてくれる人がどれぐらいいるかっていうのはすごく大事だなというふうに思っていて、さっき矢吹さんが言ってましたけど、暴れるには暴れるのに理由があるんだというふうにおっしゃっていましたが、今の、精神科病院の設置基準では、
患者さん一人一人の悩みとか苦しみとかを一対一できちんと薬を使わずにですよ、薬を使ったり保護室に、入れてしまうという手もあるかもしれませんが、きちんと落ち着いた状況で話を聞いて、そうか、そういうことがあったのかというふうなことでお話を聞くのに、例えば、分かりませんが2時間かかるかもしれません、3時間かかるかもしれません、そういうふうなことができるシステムではないんですよね。患者さんあたり担当の、看護師さんや、それから臨床心理士がたくさんいるわけでもないし、ソーシャルワーカーがたくさんいるわけでもなくて、50人の患者さんに対して、非常に少ない、看護師さんたち、あるいは職員さんたちが頑張ってやってる。でも足りない、私実は岡山のある病院で、北海道の裏川ベテルの家でやっている当事者研究っていうのを病院の中でさせてもらったことがあるんですけど、その時に、お若さんが何て言われたかというと、私たちもじっくり患者さんの話を聞きたいけど、一人の方を1時間半ぐらい話を聞いて当事者研究してたんですけど、そんだけ時間をかけて話ができるといいよねっていうふうに言われました。忙しくて一番患者さんの話を聞きたいのに時間が取れないというふうなお話をされていました。今も皆さんもご存知だと思いますけども、医療法入院50人あたり1人の、退院後の生活環境相談員を置きなさいというふうになってますが、50人の話を聞けるだけの時間が1人1時間例えば聞いたら、記録も書かないといけないし、いろんなことを考えると2、3人しか、午前中に2人、午後に2人、4人しか聞けないんですよね。20日間で40人しか聞けません。ということは1ヶ月に1回だけ話を聞く、あるいは2ヶ月に1回だけ話を聞くというふうなケアで十分でしょうかね、みたいなところを思ったりします。なので最初に言ったように、苦しいこととか話を聞いてほしいこととか、うまくいかない時とか、そういうふうな時にマインド心の多田さんはがっつりと一人一人の話を聞かれています。裏川ベテルの家もがっつり聞かれています。私が実習訪問で行った時に壁に穴を開けた患者さんというか、地域で生活している人がいました。ボコボコに。その時に何をしたかというと、職員はまあ話聞こうやって言ってその人の話をずっと聞いておられました。でそうすると落ち着いて、こういうことがあったんよ、仲間とこういういざこざがあって俺は壁に穴が開けたくなるぐらい腹立ったんよというふうに言われていました。そういう話を聞いていくと、入院をして薬を飲んでもらって、あるいは鎮静の注射をしなくてもその人は立ち直れるんですよね。そういうふうな仕組みをお薬や、個室に閉じ込めてしまうのではない取り組みをやっぱりしていかないといけないというふうに思いますし、そういうことをきちっとされているところでは、北海道の裏川ベテルの家では赤十字病院が、実は財政的な理由でですけどもなくなりましたが、今別にそんなに昔と大きく変わって困っているわけではないです。それから愛媛県の三塩病院というところも、病床削減されていって、亡くなったのかな、そういうふうなことだし、さっき、トリエストの話をされてましたが、医療機関はあるわけですね。でも閉じ込めなくても大丈夫だよっていうことを大間さんはずっと話をされていました。閉じ込めて鍵をかけて拘束しなくてもいい方法があるよっていうことで、集会ということをバザリアはされてましたよね。集会ということはみんなの話をちゃんと聞いて、なんでそういうことで今怒っとるんかとか腹が立っとるんかというふうな、そういうふうなケアの仕組みをやっぱり、考えていかないといけないし、私で言うと身近なところで当事者研究というのをさせていただいていて、今日のチラシにも入ってますが、そういうふうなこう、ね、一人一人の思いを聞いて一緒に悩んで一緒に解決していく方法を、ちっちゃな努力かもしれません、
倉敷語り工房も同じことを考えておられますし、いろんなところでそういうことをしていっていますので、そういうふうなことをすることで、閉じ込めなくてもいい、お薬だけに頼らなくてもいいというふうなね、医療と言っていいのか分かりませんが、対応を、やっぱり考えていくことが大事だなというふうに皆さんの話を聞いててすごく再認識をさせられました。私はそんな感じで聞いてました。はい、ありがとうございます。お母様がありますか。もう今の話はもう全くその通りだと思いますね。で、冒頭になんか一薬、あ、そうですね、一薬っていう言葉が、まあ、これもおそらく通じるものがあるはずですよね、うん、やっぱり薬に頼らない、もっとこう人間関係の病には人間関係で、修復するしか道はないだろうとなんとなく僕も思ってますけども、もうそれですね。でもそれにはやっぱり時間はかかりますね。オープンダイアログ今、流行りで何年か前から出てきてますけど、あれだってそうですよね。やっぱり、薬に頼らないで対話力に頼るという感じですね。だけどあれもよく実践してるフィンランドの、なんですか、ラップランドのあっちの方ですけど、結局問題が起きた時は2週間ぐらいは毎日ちゃんとセラピストが通って、それも、なんか2時間ぐらい時間をかけてやってる。だから2時間毎日2週間ってな感じでガーンとやって、それでなんとなくこうことが収まっている。でもこれには時間がかかるから、やっぱり伊藤時生さんに40年間で1億5000万なんて使ってたら、やっぱりそういう、お金は絶対出てこないし、神戸病院や竹山病院みたいなものも、まあ、存在してるだけでもやっぱりそっちの方にお金がたくさんいって、やっぱり一結びには全然こう、お金が使い流れてこない。やっぱり ここに一番の問題はあると思いますね。やっぱり精神科医まあ、一薬の話でふっと思ったのが、マインドはマインドの中でみんなを、いい言葉か言うか分からないんですけど、一番いい話聞いてるのはスタッフじゃないんですよ。僕らみたいな精神保健福祉士じゃないんですよ。彼が一番マインドの新しく入ってきた人やグループホームで暮らしているみんなのとか、それ以外の電話も全部フルオープンだよね。今何人ぐらいで話して聞いてんの？そう。そういうのをね、マインドの中ではみんなでねシェアするんですよ。だから支援する人、される人っていうのがもう逆転してるみたいなことが起こっていて。まあ職員に言うよりみんなで言った方がよく分かるし、その方が手早いし、お互いに困ったらその人の部屋行ってそこでホッとするしみたいな、ね、全部やってるよね。だから僕ら世話人さんと言われる人たちはその 彼らが暮らしているのもちょっと苦手なところだけをやれば、あとは彼ら任せとったら彼らが全部やってくれるんです。こういう、まあ、これはそれこそ一薬のシステムをちゃんとここまでみんなで育てていくかということが非常にこれ以外時間がかかったと思います。でもやったら確実に病院なんかで、病院で治らんもんか、家の中で治ります。本当にそれがもうものすごくグループホームやりだして20年でそういうことでいっぱいでやってきたものですからね。もっと言うたら、私ですとおっしゃったけど、話を聞く初心者の皆さんと思うんですけど、例えば自分が病気になってしんどくて暴れて、しんどい、ただでさえしんどいのに閉じ込められたらもっとしんどくなって、全然その
心のケアと反対のことをしているんじゃないかっていうようなと思うんです。だからやっぱりそれを自分の身を変えてみて本当にそれが有効なのか、治療としてもう黙っおとなしくさせられてるだけで自分自身がしんどいし、よりしんどいし、もうなんかね、それがちょっと、僕に叶えていってほしいな。もうね、あの朝だったら看護師さん来て朝から起きてくださいとか、夜になってからなるべく寝てくださいとか、そんな感じでない。あとね、僕はちょっと運転できるからって言って結構一応押されるけど、それでもある程度僕も疲れてますって言ったら、もう自力で帰ろうとするしね。一応そこ、わびちゃんに帰るっていうのを守ってる人が多いからと思いますので、それだけでも作るとすれば、あとね、山ちゃんみたいにね、ある時は相談もあって、ある時はね、農法みたいなものが行ったら、ね、ちょっと作ろうかって言って、いう時もあるしね。でも僕も病院というところへ23年ぐらいお世話になってきたん でその中でやっぱりあの箱の中では看護の人たちは3交代で次の勤務のところまでにこういう形にして渡さなきゃいけないっていう仕事を課されますし、でやっぱりその中で事故やいろんなことが起こらないようにということをやっぱり考えざるを得ないシステムじゃないですか、あれは。で、あの中でやっぱり仕事している人たちの苦しさというか、それは分かるような気がする、分かるんですよ。僕もやっぱり多くの人をやっぱり押さえつけて、その人に注射をして、山本さんが拉致したのも多くですし、ここ治療室の中へ何度も引っ越してて、そこの鍵をガサンとかけて、っていうような仕事もたくさんやっぱりやってきましたし、でそういう現場はやっぱり二度通られる皆さんがでもやっぱり三角をどっかで諦めていったりいうだけじゃなくて、なんか何かをその悔しさとか憤りとかいうものが何かにつながるようなものを、とりあえずで24万というエリアじゃないですか、倉敷48万、トリエステが行こうんですよ。これぐらいの小さなエリアで何かできないのか、でそれは国が動かんからできんねやという形で僕らはついつい諦めてしまいますけど、何かこうこれだけの今日でもこれだけの人が来てくださってて、この中から何かこう新しいものが小さな力を呼び合わせるところが大きな石をゴロンと動かすことやって僕は可能やと思ってます。なんかそういう僕は真備町でね、やっぱり被災してなんて言うんだろう、お金持った人も病気抱えながら生活保護で生きてる人もみんな平等に水に浸かりました。で大変だったんですけど、でもマインドの皆さんは失ったものがもちろんあるんですけど、無事で思いをいっぱいしましたけれども、グランドピアノをなくした人の喪失感、いろんな人の喪失感を考えたときに、僕たちはやっぱり外にね、町の人たちに帰ってきてほしいっていうふうに、皆さんをこう支える側に回れたんですよね。苦労しましたけど、やっぱりそういう町の中に役割があったおかげで、僕らは被災した後、より町の皆さんから、マインドさんありがとうというのが声かけてくれるようになりました。町の中に当たり前にいて、そこでやっぱり自分たちのできることを少しずつ探していくっていう営みを諦めずにやってきたら、もう、まあ、いい街だよね、なんかね、そんな気がすごくしてます。ありがとうございます。まあ、まみれの実践が全国的に広がったらいいなというふうには思うんですけど、まあ、なかなかその全国に広がる仕組みっていうのはなかなかまだなんか難しくて、で大隈さんがお示しされたような、まだまだ変わらない構造的な精神科医療の現状があって、で語り工房でも、まあ、僕個人は病院を潰そうとか薬じゃねえとか言ってるんですけど、言ってるだけで何も作れてなくて、口だけだなと思っていた時に、まあ、語り工房のね、ある方がやっぱ
そのいい悪いとかではなくて、もっとお薬以外に治療の選択肢がいっぱいあるはずなんじゃないのっていうことをね、ご家族様がおっしゃって、でも家族は分からないんだと、先生から薬をもらってそれを飲んでるだけ、でじゃあラップっていうものがあるとか、先生が実践されている当事者研究があるとか、こういったこう課題 の岡山にもネグチアンねありますよね。そういった一薬というコンセプトを大切にされる、まあ、温かい場所があったりとか、なかなかこうインターネットで検索してなんとか事業所とかなんとか制度っていうところに引っかからないようなですね、ちっちゃな取り組み、自助グループだったり当事者の活動ともいっぱいあるんですね。だからそういうのがこう今点でしかないんですけどね、それがこう広がったらいいなというふうには思っています。そういった意味でも今日いろんなプリントが入ってたかと思いますけど、それやっぱラップ、今日なんかカズさんいるかな、ラッピーチの方いらっしゃいますか、今日いないかな、ラップっていうで、そういう分を自分の取説を作って自分で自己対処していこうよっていうのを勉強されるものですとか、リカバリーカレッジですよね、まあ、治療というよりは、まあ、学ぶというキーワードを、まあ、大切にされたりとか、まあ、当事者研究とことん研究していこうよというようなのも当然治療の選択肢としてあってもいいんじゃないかなと思っていて、で、まあ、いつしかですね、お医者さんがそういった一薬を処方するようなですね、社会というのが当たり前になったらいいなというようなあります気持ちでいます。その一薬の中には当然のピアサポーターね、ピアサポーターの方がやっぱりでございます、岡山市だけではなくても、倉敷市は倉敷市で独自のピアサポーターを作ろうとしているんで、まあもしかすると2年3年かかるかもしれないけど、なんとかチームで、まあ大体2人1組とか3人1組とかにしよう。だからお医者さんがピアスタッフを処方してくれさるかね、言ってたこと話聞いてくれた。マッチングもいいしね。マッチングもいいし。マッチングでもいいし、それでもいいし、逆にね、その人ちょっと半分もって言って、体とか、そって、それでも言ってくれたんだけど、だけど、金以外のことで、なんとかね、なんとかならんかと言われて、仕事もあるしね、大学僕らもね、グループホームで精子防御だったので、同じグループホーム通してね、入ってたらここまで出会ったもんな、俺にちょっと行ってほしいとかっていう時あったもんな、そういうな、うん、いるだけでいいんですよ、一緒に寝てもいいし、ね、あんまり時間がなくなってしまって、申し訳ないんですけど、最後に一言ずつですね、せっかく今言ってくださったような、その本当に精神科の治療だったり、まあ、回復していくということで一番必要なことって何なのかっていうのを一言、まあ、それぞれのお考えがあると思いますけど、一言ずつ教えていただければと思います。本当に必要なものは何なんでしょうか。なんかすごい大変なことみたいですけど、なんかでも僕らのマインドってなんかその辺になんかうろうろしてた人たちがなんかだんだん集まってきて、NPO になったような気がするんです。だからなんか、その辺、大変な人が集まったっていうより、なんか集まってきたのが NPO になったような気がします。どうも。最初に大谷さんがおっしゃったみたいに一薬が出てたと思うんですけど、お子さんに加藤さんみたいに1960年代からもう経験していた、病院に入っていただいて、僕らちっちゃな声なんです、一人一人の声って、なかなか行動を起こすのも大変なことだし、けどやっぱり仲間が増えていくと、そういう小さな声に、お子さんみたいに小さな声にきちんと言っている仲間が増えていくって、これがやっぱり少しずつ言ってもいいから、少しずつも声が大きくなっていく。ことが大事なんじゃないかなと思います。はい。住むところはない人にね、住むところ提供しました。あとは好きにしなさいというのはちょっと無謀すぎるかなと思ってね。
そういうか、ある程度支援します、その代わり一緒に寝てくださいっていう人も欲しいしね、それだけでもご要望に応えれたらいいと思いますか。多分身近にもおるかもしれないですけど、まあ、そのぐらいかな。あの、何を言ったらいいのかよくわかんないです。でも20年やってきてよかった。反対、最初の頃はグループホーム作るってやっぱ伸びの中でも反対運動が起きたり、お前の家の隣でやれとか言われたり、いろんなことがありましたけど、でそこで気がついたことっていうのは、自分は正しいことを政治家の中から見てると、こんなになんでこの人がここになきゃいけないのと思って、地域にグループホーム作るっていうのは正しいことだと思ってやってたけど、町の人たちってやっぱり壁の中に隠されてると怖い、何するか分かんないっていうふうにしかもやっぱりイメージできない。つまりそれは当然思うんですよ、町の人たちにちゃんと伝えてこなかった僕たちの壁の中に隠してきた責任ですから。では隠してきた、隠してきたというか、それを隠した場所の中にいた人間もそうだし、外の人たちもやっぱり何かあれば、そこを家族をそこへ入れて、やっぱり家族も隠さざるを得なかったり、いろんなこうやっぱりそういう隠すっていう中で失ってきたものっていうのをもう一回ゆっくりゆっくりみんなで隠さないということを共有していくっていう営みを、マインドの皆さんは20年隠さずに町の中へずっと追い続けてくださったんです。これがこれかなという気がしています。今日はありがとうございました。はい、ですね、専門学校に勤めていた時に、学生さんたちがいろんな話をする中で、いろんなところにですね、見学に行くと、だんだん学生さんたちのこう目の色が変わってくるというかね、それは何でかというと、自分たちとは関係のない向こう側の人だったと思っていた人たちが、訪問をしたり一緒に活動したりする中で、隣にいる人なんだっていうふうにだんだん変わっていくんですよ。向こうの人、あなたたちはあっちの人なのね、じゃなくて同じ仲間だよねというふうな感じで学生さんたちが話していくような変化を見て、すごく印象に今でも残っています。そう考えると、今多田さんも言われましたけど、障害がたまたま障害になっただけであって、私たちもいつそうなるかわからないわけですよね。だったら同じ地域に住んで、生活のしづらさを抱えている人として、やっぱり共有をしていったりすることがとっても大事だろうなと思うし、そういうふうなことが、うまく、なんでしょうね、システムとして、仕組みになっていったり、あるいは、私は福祉を教えているので、お話をすると具体的なサービスになっていくというふうな、だから入院というサービスではなくて、さっき出てきた人薬というサービスがもうちょっとね、地域の中で根付いていくようなことになればいいなというふうに改めて思いました。私は以上です。では最後に一言。やっぱり人薬っていうことは非常にいい言葉です。これを発展させるにはやっぱり人結びじゃないところに使われているお金をなんとか、そっちへ持ってくることを考えなきゃいけない。どうしたらいいかと、やっぱり精神病院というのは減ってもらわなきゃダメなんですよね。僕はもう50年前から言ってるんですけども、精神病院というのは良くて修道院、悪ければ監獄医か、実際その通りなんですよね。だじゃあ一番良くて修道院で本当にいい治療になるかって、どうもそれも怪しいんです、実際は。で修道院を超えたやっぱり、いろんな問題が、オープンダイアログが何度も出てきてるわけじゃないですか。だからとにかく精神病院に使うエネルギーをこっちに振り向けることを考えなきゃ、拉致が開かないんです。やっぱり精神病院を残して何か
別のところでいいことやろうって言ってもこう話はうまくいかないと断言できますね。やっぱり例えば精神病院だって結局あれはかなり国民のお金あるいは国のお金をたくさん使ってますから、精神病院を残したまんま、何かをやろうなんて、例えば国の、大蔵省今なってるんですかね、財務省とか なんかそこらのいわゆる大蔵省の主計局は絶対そんなことはうんって言いません。だからやっぱり精神病院をなくすっていうことはやっぱりもう第一課題にしなきゃいけないということはもう我々肝に銘じなきゃいけない、そういうのを今日の結論にします。まだもういい、この問題はこんなに大きい大変な問題ですから、これで終わっちゃうなんてことはありえないんですが、とにかくとりあえずは今日はここで締めておきます。ちょっと私の進行が悪くてちょっと時間過ぎてしまったんですけど、ちょっとフロアの方で今日の感想やなんか気になること言いたいよっていう方はどなたかいらっしゃいますか。あ、マイクを。早速手を挙げていただいてありがとうございます。手段や習慣って何だと思いますか。一人だけ質問してください。ありがとうございます。どうでしょうか。自由すごいテーマですね。まず住むところもそうやけど、居場所ですね。集まれる居場所、自分が働き出せる居場所が欲しいっていう人結構いますね。うちのグループホームの場合は。もうそんなことないでちょっと。なのか分からないですけど、まあ、よく自由の持てるのは責任がいるっていうことでもあります。僕の中ではその自由の中にも勇気っていう自分の思いを座り通して自分の思いを持っていることを周りの人を聞いてこう閉じ込んだりすることに言える勇気とかそういうのも必要なのかなって思います。僕は割と協調性がない人間なんです。自分自身協調性ないと思うんで、部屋で何か、音楽聴いたりして発見したりすると嬉しいです。それがやっぱり自由の一番の、はい、さすが技術家だよ。何でしょう、本当よくわからんのです。でも被災した後に八木さんに言われて高等校なと叩かれたことがあって、被災した後みんなが背の中でトラ書きをするんですけど、その時に僕はマインドの皆さんを巻き入れるように避難入院をしていただいて、その間に職員だけで片付けするんですよ。だからその時に自分たちもトラ書きしたかったおっしゃられて、あ、俺また障害しちゃったみたいな、そういう苦労するその人がこうやなってたらな、ちょっとうまく言葉にならないんですけど、そういうものの自由って思ったりします。ありがとうございます。失礼いたします。今日は病院のない社会とかこういった私は今まで、家族の中に精神疾患がいてもう今30年になるんですけれども、先ほどから話に出てる気道薬ということを推奨されてる先生にずっとついてまいりまして、とっても家の中は地獄のような生活を送りました。本当になんかヘルプを助けを求めたいようなですが、本人の嫌がることはしないように、本人の意向に沿ってという
主治医のお話もあり、本人の立場、家族の立場、考えは違うんですけれども、本人が入院したくない、私はこの家で生活したいということで、もう家族もとっても苦しくて大変でしたけど、入院は今現在では一度もなく、家庭の中で自由に薬、服薬の管理、お金の管理、それから各みんなの家事をきちっと掃除から洗濯、料理からやってくれています。で、彼女は娘なんですけれども、私はこの家で何に不自由なく生活できてて、私は幸せなので、私の邪魔はしないでほしいということを申しております。で、私は社会へね、一歩でも出て行ってほしいなっていう母として望みはありましたけど、本人の意向が一番だと思うので、ちょっと距離を置いて同居してるんですけど、見守っております。で、今日映画を見させていただいて、もうとってもなんかもう気持ちが重たくなりました。やっぱし、命を守るために入院もやっぱし必要じゃないかなっていうのは思っておりましたけど、今現在行われてるっていうことがとてもなんかもうショック受けまして重たくなりましたけど、今皆様方がこの世の中を、まあ、イタリアでは40年かかったと言われてますけど、これからなんか変えていた、私たちも協力しながら変えていただいていったらいいんじゃないかなっていうのを感じました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。自由こそ治療だというのは、あれはバザーリア先生のことですか？なんとなくの、スローが一番のスローですね。あ、スローですね。ありがとうございます。ちょっと今の、一つ問題なのはやっぱり同居の問題が、あって、その同居の問題をどういうふうに解決するかという、なんか解決の道に同居っていうのがあるんだと思うんですけど、そこをなんとかしなきゃいけないんじゃないでしょうか。例えばヨーロッパも広いですけども、北欧に行きますと、親子が別れて住むのが当たり前になりますね。そうすると今おっしゃったような問題はちょっと起きないんですよね。明らかにもうちゃんとこう二十歳を過ぎた人間は別のところで、一人ぐらい親と離れて暮らすのがもう当たり前の社会になりますと。だからなんとなくベタベタこう親子がくっつくのは日本とかイタリアなんかその傾向はあるんですけれども、その同居の問題あるいは住居の問題っていうのをもう一つのなんか解決の道にあるんじゃないでしょうかと思いますね。ありがとうございます。確かにね、日本って、まあ、家制度、まあ、すごいこう親の責任かかる責任というか、そういう役割というのが、まあね、欧米に比べても、まあ、強いというところで、やっぱり、まあ、自立、まあ、苦労する自由もあるという意味でね、私たち周りの支援者も、まあ、ちゃんとこう家から外に出られるようなこう支援というのもやっぱり必要なのかもしれないですね。ありがとうございます。もう時間が過ぎてしまったので、はい、じゃあこれで以上対談という形で終わりたいと思います。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして、本日の会を終了いたしたいと思います。最後に閉会の挨拶を長崎先生お願いいたします。はい、今日はここまでということになりましたが、1時からね、10分ぐらいオーバーしてしまいましたが、長時間にわたって参加していただいて皆さん本当にありがとうございました。いろんなね、制度的な問題や今もおっしゃったようなご家族が責任をずっと取らないといけないような、問題とかいろんなことが
山積はしているかなと思いますけども、今日ね参加していただいたことがきっかけで、まあ、皆さんとこうやってつながれたこととか、それから岡山にはねいろんな、独自な活動をされている人たちもいっぱいおられますし、さっき出てきたようなオープンダイアログの話だとか、ラップの話だとかいろんなことがありますので、またつながっていってですね、皆さんと少しずつでも変わっていくための力になっていったらいいなというふうに思っておりますので、引き続きこういうふうなご連絡等もまたネット等でも流したりチラシで、ご報告したりとかねしていこうと思ってますので、また継続的に皆さんの力も貸していただけたらというふうに思います。本日は長時間にわたりありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。本日は本当に長いお時間いただきまして誠にありがとうございました。本来であれば各種団体の方々にご案内をしていただこうと思っていたんですけれども、ちょっとお時間の関係でできない。